どうもレンジです。今回なんですけど、ヘレナちゃんのチャリティーショーが来るということで、こちらの衣装ムービー見てね、ぜひ購入検討してみてください。早速映像なんですけど、はい、こちら、いやー可愛い。今回はねパジャマっぽい衣装かな、文化とのコラボなんでね、いやこのちょっと綺麗系な感じですかね。星マークの、服になっておりますと。でしかも杖も星なんだ。月となんかねダイヤみたいなついてますね。かわいい。いやでも個人的にこの杖かっこいいね。めちゃくちゃいいステッキ。これを振り回すんだ。かわいいヘレナちゃん。お、星がすごいな。もう魔術師みたいな。かわいい。お、こんな感じだ。結構明るいとまた雰囲気違いますね。わー、細かいね、作りが。まあ、エコゲン衣装なのでね、さすがに。わ、すごい！星マークがこんなキラキラした。え、なにこれ？なんか今びっくりマークついたけど。あれは、なんだろう、立ち止まるとアクション流れるのかな。さあ、スカートがヒラヒラなって、さあ乗り越えていく。かわいい。黒い、伊達メガネと、なんか今、落っこってたね、星みたいなのがコロコロ。かわいすぎる。こちらの衣装ね、10月12日からということでね。で、しかもチャリティー衣装なんでね、全部チャリティーの方に寄付されると。いや、楽しみすぎ。どうでした？もうめちゃくちゃ可愛かったね。本当に、ヘレナちゃんの衣装ね、久々こういう感じの来ると思いますので、ガチで楽しみですね。まあ、しかも、チャリティーなんでね、もう気分いいよね、本当に。第五人格に課金して、ね、世界のね、どっかの人たちが喜ぶと、最高ですよ、本当に。まあ、こっちのコラボ衣装とかね、やっぱチャリティー衣装系は本当になかなかね、ゲットできないので、再販とかもそうそうないからね、パンダ衣装のエマちゃんとかは1年に1回、パンダシリーズのやつは、エマちゃんは限定っぽいですか。だから買いますかね、みんな。どうですか？これまあ、お金かかってしまいますのでね、課金者限定にはなってしまいますが。だからね、こういうコラボ系のシリーズはね、本当に、買ってよかったっていうのはね、本当何回もあるんでね。はい。まあ、後悔しないように買っていきたいですね。ヘレナの衣装はね、本当あんまないと思うので。しかも SSR 衣装だからね、なんかキラキラしてて、本当よかったよね。さあ、ナイス球場。この衣装はもう復刻しないらしいのでね、みさみさ、かわいい。ああ、ここ一撃食らって、とにかく。まあちょっと、マリーからのチェイス難しかったので、まあもうとにかく怪盗機から離れて、義手のロボットを回すって感じですかね。かわいい。いや、機械義手これ強いよね、本当に。ダウンしてんのに怪盗が進むって、やばいよね、冷静に。さあ、一回釣られて。10月もね、ハロウィンイベントもすごいから、結構楽しみな、時期になりそうだよね。ハロウィンイベントのアイテム本当に豪華だったんで、昨日ね、動画出したんですけどね、まだ見てない方はぜひね、見てみてください。機械技師の、ペーパークイーンかな？今回もコスプレハロウィン衣装がね、出てくると。さあ、頑張れ、球場。ナイス、うまい、その引きの話。その引き離しうまいな。ナイス球場。炭鉱が、まあ、粘着してるかな。炭鉱が磁石投げてる間に、レンジ君は距離を取っていくと、残り2台。いいね。解読早いね。機械技師のロボットの解読機が開ければ、もうワンチャン通電すると。まあ、俺は、あれかな。まあ、調子乗ったことしないように。せっかく逃げ切れたね、チャンスをちょっと無駄にしないように、まずはアイテムでも漁って、解読機から離れてますね。まあ、義手はもうちょっとね、解読遅いからね、本体は。また隠れてみんなに任せるって感じかな。さあ、ここでゲットしたのは肘当て。この肘当てうまく使いたい。わあ、みさみさに、なんか紫の鎖ついてる。なんかすごいセクシーやね。この衣装いいですよね、本当に。さあ、ちょっと、瞬間、ちょっと怖いので、ここは離れてますね。
まあカラス回んないようにって感じかな。あ、隠密して隠密して、心眼もねちょっとね情報修正とかでね、なんかもっと強くなると使いやすいんだけど、なんか前ね心眼が杖トンしてハンターがスタンするみたいなね一瞬あったんだけど、それなくなりましたね。さすがに強すぎたみたい。うん、ゴリラ心眼すぎてそれは、削除されてみたいですね。それあったらね、もしかしたら環境入ったかもだよね。まあさすがにね、うん、回路早すぎてそれはやばいみたいな感じかな。まあ今の環境は本当解読もうどのキャラも早いからね、ハンター戦の人は辛いよね。さあここで入れ替わりラッキー、やばいやばい、ここはもう急いで逃げてますね。ああやばい、見つかったって、ついに見つかってしまった。立て直したかったんだけどね、ここは傭兵が内壁してくれたおかげで一旦ね一旦立て直せると、大事。まあ飛び角の人がねとにかく逃げればもうほんとなんとかなるからね。まあそんな感じでまあ立ち回ってますね。いいよ、駒枝くんとイチャイチャしていく、かわいいね。ミサミサのねこのハーフツインかな、いいですよね。さあ空軍 30%、 ここはやっぱ傭兵がいるからね、まあ球場生きるのでかいね。まあ傭兵も弱体化入るんだよね、そういえば。どうなってしまうのか、傭兵やっぱほんと環境キャラやもんね。傭兵がいるだけでマジで安心するから、第五のねもうほんもう今までの第五人格を背負ってきたと言っても過言じゃないもんな傭兵は。さあ救助職が一等航海士とか上がってくるのかな、そうなるとまあ強いとは思うんですけどね。さあ下に行ってちょっと怖いな、見つかるわけにはいかない。さあここで4通の準備、そしてナイスというねもうスタンプ貼ってここでさらに意思疎通していく。ナイス通電、ここの通電美味しいね。さあちょっと上にいたの見られちゃったから今チラリしたけど、チラリズムから逃げられるか。まあでもむしろもうここは竹取ってもいいかなと思って、うん、ちょっと屈伸運動して、ここ傭兵撃ち抜かれちゃったんだよねってなると俺追ってくるっていうのがねもう分かったんで、ここはガン逃げですね。このさっき出た肘当て、いやーやっぱねこういうほんとねアイテム運ゲーなの強いよね。さあいい肘当て、ちょっと重たい、アイテムがこう運ゲーで落ちてくるのほんとね、サバイバーずるいとこではあるけど。さあここは鏡あるけど、まさかの空軍が銃ぶち込み、ナイスすぎる。銃残してたんだ最後まで、それは神で。ここはフラホでちょっと避けてと、ない勝ち、4逃げジジイということでね、まあ、チャリティーショー10月12日なんでね、エコーかけれる方は、ぜひね把握してみてください。ここまでおしゃれとなりました、また次回お会いしましょう。お疲れんち。